どうもこんにちは、今回はですねランタンを購入しました。キャプテンスタッグのキャンドルガスランタンというものなんですが、こういった感じでですねオーディ缶につけるガスランタンになってます。いわゆるルミエールとかあとはノクターンとかそういった感じの、ろうそくのようなですねちっちゃな明かりのライトなんですけども、今回は、ね、こちらを購入してみました。かつてですねこういったランタン使ってましたが、使うのをやめてました。なぜかというとですねまずオーディ缶を使ってないということが一つと、明るさにちょっと不満があったっていうのもあったんですが、今回はねこれをね2つ購入してます。じゃあ早速ですねこの中身を見ていってみましょう。はい、中身がねこちらになるんですが、開けてみますね。蓋が開けにくい、ちょっと蓋が開けにくいのが難点なんですが、こんなものが入ってまして、箱はですねこんな感じになってます。よくある感じのやつですね。で、これが本体なんですけども、シンプルですよね。ホヤがあって、この中にね、明かりがつくところがあるんですけども、明かりというか炎かな。でここがプラスマイナスになってまして、ガスの調整をするところですね。でそれとは別にここが回るようになってまして、ここでね炎の調節をするようになってるそうです。でこちらの裏なんですが、裏にねこんな感じでネジがついてます。ネジが切ってあるので、こういったオーディ缶ですね、オーディ缶に回して取り付けます。もう基本的にこれだけです。はい、取り付けました。でこんな感じで取り付けができましたので早速つけてみます。つけるのはねライターが必要なんですが、こんな感じで火がつくんですけども、これがですねここの調節つまみを動かすことによって、なんていうんだろうな、火の長さが変わるって言ったらいいのかな。で、こちらを調整するとガスの出具合が変わるのかな。でこれだとですねやっぱりオーディ缶使うようになるんで、僕はねオーディ缶使わない派なんで、ちょっとこれはどうかなという感じがします、このまま使うのは。なのでアダプターをですね今回は購入してます。そのアダプターがこちらなんですが、オーディ缶をですね CB 缶に変換できるアダプターになってます。よくあるやつですよね。これねグレーっていう話で買ったんですけど、来たらね結構緑なんですよね。でちょっとここがね気に食わなかったんで、レザークラフトでねこういったものを用意しました。輪っか、こういった輪っかをねこうやってはめてあげれば、なんかそれっぽくなるのかなということでね、これは後で自分で作ったんですけど、こういう感じで用意してます。ほんでこれをですね、ここオーディ缶用になってるんで、ネジが切ってあります。普通にこう回して取り付けますよね。回して取り付けて、これ CB 缶です。 CB 缶に、自分でカバーをつけたものですね。でこれを取り付けます。でまたですねこれを同じようにつけてみます。CB 缶なんでちょっとね火力が弱いのかな、ちょっとですね火力を犠牲にするようにはなるんですが、僕にとってはですね火力よりもこの CB 缶で使えるっていうことが一番大きいんですよね。燃料をですね全て CB 缶で統一しているので、OD 缶ではなく、こちらの CB 缶の方が僕にとっては使いやすいです。で今回ですねこちらのランタン買ったのは、普段ですねデイツっていうのを使ってました。デイツっていうオイルランタンを使ってまして、デイツ80っていうね結構大きめのやつなんですが、存在感はかなりあっていいんですけど、持っていくのにねやっぱり場所を取るっていうのと、最大の難点としてはですね、そのデイツの80だけはオイルを使います。オイルを使うので全て CB 缶で統一しててもそのオイルだけは用意しないといけなかったので、これをですね全部 CB 缶に統一したいなということで、今回こちらを選んでます。でねこのキャプテンスタッグの、キャンドルガスランタンが、これ系ではね一番安かったです。
一番安かったので今回はこのキャプテンスタックのものにしました。で、同じものをですねもう一個購入してます。で、なぜこれを購入したかと言いますと、これねこのままでもいいんですけど、これをシャンデリアにしたいなと思いまして、今回はね2つ購入しているので、追加のパーツを見ていってみましょう。追加で購入したのがですねこちらです。分岐アダプターになるんですが、キャンピングムーンのものだったと思います。キャンピングムーンって書いてありますね。で、こちらなんですが、ここにねネジが切ってあります。なのでこちらからガスをつないで、こちらに出すみたいな感じになってます。で、この真ん中もですね蓋がついてるんですが、外すともう一個出てきます。なので最大3つ分岐できるということですね。それではですねこちらをつないでいってみましょう。これを外してこちらに付け替えます。しっかり付けたらこの CB 缶に取り付けます。はい、こんな感じでね取り付けができました。そしたら今度はここにキャプテンスタックのキャンドルガスランタンを取り付けていきます。はい、これでですねシャンデリアの大元はできました。大元できたんですけども、これね分かりますかね、不安定なんです。まあ、このままでもね使えないことはないんですが、ふとした弾みでねこうやって倒しちゃうとガシャーンといってしまうので、ここにね足をつけます。で、これもですねまた安いやつを選んだんですけども、こちらですね、これはまあ単純にこう開いてもうこれだけなんですよね。よいしょ、こんな感じになります。で、つけるときはねちょっとコツがいるんですけど、こう足をね1個ちょっと折り曲げときます。で、これ足が3つありますんで、この突起に2つはめます。で、最後の1つにはめます。最後の1つがさっき折り曲げたところですね。で、折り曲げて、で、地面に最後ねグッと差し込んでいくとこういう風に固定されます。安定感全然違いますよね。まあ、滑りはするんですけど倒れることはねなかなかないと思います。これはい、こんな感じで取り付けできましたので、つけていってみますか。まあ、ライターでつけなきゃいけないっていうのはね、まあ、手間ではあるんですけど、まあ、僕はねタバコ吸う人間なんでライターは絶対持ってます。いいんじゃないですかこれ。まあ、これ片方をちっちゃくしたりもできますし、両方ちっちゃくもできるし、両方大きくもできるしっていう感じで、今追加しようと思えばここにもねもう一個追加できるんで、まあ、最大で3つのねシャンデリアを楽しむことができます。まあ、今のところ2つでいいかなと思うんですけどね。で、まあ、この CB 缶に統一できたので、まあ、僕にとっては一番嬉しいことなんですけど、これのね良さというのをまたお伝えすると、CB 缶だと高さがあるじゃないですか。で、足も使ってるんで余計に高さが出ます。高さが出るのでこうね上から照らしてくれる感じになるんですよ。だけど OD 缶だとやっぱり背が低いので、この辺に来ますよね。ランタンこの辺に来ちゃうんで、まあ、そういう意味でもですねこの CB 缶を使うっていうのは結構まあいいやり方なんじゃないかなと思います。こっちの方がなんか人気っぽいですけどね。この足とかも買わないでいいんで、まあ、楽は楽なんだと思うんだけど、なんか個人的にはこの形の方が好きかなという感じがします。まあ、一回多分見た方がいいと思うのでやってみますか。これどうなんだろう、外したらこっからガス出てるのかな。あ、出てないですね。なるほど。うん、オーディカンの方がやっぱ火が長いな。全然違いますよね、長さが。明るさ求めるんだったらオーディカンなのかな、やっぱり。ただ僕はね雰囲気だったりとか、どうしても CB 缶を使いたいっていうのがあるので、まあ、こっちの方がいいんですけど、まあ、火の長さは全然違うな。今さっきお話しした通りですね、これで見ても全然高さが違いますよね。
高さが違うので、まあ、好き好きだとは思うけど、僕的にはこう上から下に照らす明かり、そういったものがね、あの机の上にあると、結構雰囲気もいいし作業もしやすいのかなと思うので、これはですね、まあ、買って正解だったんじゃないかなと思ってます。で、次回の動画ではですね、おじキャンをお送りしたいなと思ってるんですけども、そのおじキャンでですね、実際これを使ってきました。で、使ってみてですね、やっぱりテーブルの上にこういったものがあるとね、雰囲気がかなり出るなと思いました。で、またね、このシャンデリア越しに見る焚き火みたいな、それもね、結構味があってよかったですよ。まあ、どうしてもですね、OD 缶から CB 缶に変換する必要とかがあったりするので、まあね、余分な出費とかも出てしまうんですけども、1万円ぐらいあれば組み立てることができるので、ぜひですね、ランタンの候補にこういったものを加えてもいいんじゃないかなと思います。でですね、分岐アダプターとかっていうのも、真っ黒いものだったりとか、ちょっと金色だったりとかね、こうスチームパンクっぽい感じというか、そういったものも売られてるんですが、値段がね、高いです。値段が高いのと、こういったものはですね、使うの夜なんで、暗くなったらね、よくわかんないんですよね、はっきり言って。こういったグレーの色でもですね、全然違和感なく使えたので、まあ、値段を考えるとね、こういった安いもので十分なんじゃないかなと思ってます。で、あとね、多分これ見てる方気になるところとしてはですね、こういった、キャンドルランタンなので、外で使ったりとかして風が吹いたらどうなんだっていうところがあると思うんですが、一晩使ってみて、消えることはね、全くありませんでした。なので、まあ、その辺は問題ないんじゃないかなと思います。相当強い風が吹いたりすると、ちょっと厳しいかもしれませんが、まあ、風が吹いてるなっていうぐらいであれば、問題なく使えると思います。というか実際に使うことができました。あとはどれぐらいの時間使えるかなんですけど、まあ、明かりを見てもですね、すごい量のガスを使ってるわけではないのがお分かりいただけると思いますので、かなりね、長時間使えるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、連続燃焼時間というのが箱に書いてありまして、キャプテンスタックのレギュラーガスカートリッジ CS250 を使用した場合に連続燃焼時間が約32時間とあります。まあ、気候とかによっても異なりますということなんですけども、まあ、ちゃんとした時間は測ってないんですが、相当長い時間で使えるはずです。ということで今回はキャプテンスタックのキャンドルガスランタン、これを2つ購入してですね、さらにね、分岐アダプターなんかもつけてシャンデリア化してみました。まあ、これ一つあればですね、かなり雰囲気の出るランタンだと思いますので、気になる方はですね、概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは。